USA-193 もしくはローローンチ21は2006年に打ち上げられたアメリカ合衆国の偵察衛星。ユナイテッドローンチアライアンスが打ち上げを担当した。アメリカ国家偵察局の所有する、この軍事衛星の正確な機能、目的は、機密情報となっている。衛星は、軌道投入に成功したものの、直後に不具合が発生し、 14ヶ月後の2008年2月21日に弾道ミサイル防衛システムである RIM-161 スタンダードミサイル3を用いて破壊された。2007年1月に行われた中国による人工衛星破壊実験と合わせ、大国による新たな宇宙開発競争の一部であるとみなすメディアも存在する。USA-193 は、 ードプロジェクトである将来画像アーキテクチャーの一部として計画された。1997年に開始されたこのプロジェクトは予算に配慮した上で既存の画像、レーダー偵察衛星を置き換えることを予定していたがコストが膨れ上がり2005年に中止となった。1999年時点では革新的な電気工学とレーダー技術の利用を提案していたボーイングが 衛星の設計、製造を受注したが、コスト増加と計画遅延によりんろうは、受注をロッキードに切り替え、ボーイングのレーダー技術を核として再設計された。その後、ロッキードとボーイングは衛星打ち上げ部門を統合し、2006年に合弁会社として、ユナイテッドローンチアライアンスが設立され、USA-193 もこの会社が打ち上げを受け負った。 USA-193 の重量は5000ポンド、全長は15フィート、全幅は8フィートであり、デルタ2による打ち上げ限界に基づいて設計されている。レーダーアンテナを展開した状態では、バスケットボールのコートとほぼ同じ大きさとなる。USA-193 は2006年12月14日に、デルタ2ロケットを用いて、バンデンバーグ空軍基地から打ち上げられた。 軌道データは公表されていないが、アマチュア天文科の報告データに基づき軌道が計算されている。衛星は無事目標の軌道に投入されたものの、数時間後には地上設備との通信が失われた。2008年1月末に匿名のアメリカ政府高官の発言として、あるアメリカの偵察衛星の軌道が減衰しており、数週間のうちに地表に墜落するものとみられるとの、 コメントが発表され、後にこの衛星が USA-193 であることが裏付けられた。アマチュア天文家はこの発表のはるか以前からこのような結末を予測していた。アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁は衛星に有害物質であるヒドラジンとベリリウムが搭載されていることを発表した。原子力電池の一種である放射性同位元素、 熱電発電機が搭載されていると推測するメディアもあったが FEMA のレポートには記されていない。アメリカ空軍の将軍は衛星のパーツが破壊されないまま来たアメリカ地域に再突入した場合を考慮する有事計画が策定されていることを認めた。宇宙損害責任条約に基づいてアメリカ政府は自国が打ち上げたいかなる衛星を原因として引き起こされる破壊についても それによる損害を保証する義務を有している。レフト北太平洋上のミサイル巡洋艦レーク、エリーから発射される SM-3 ミサイル破壊の瞬間 USA-193 の破壊計画は2008年1月4日に策定が開始され、2月12日にジョージ・ W ブッシュ大統領により承認された。この作戦に要する予算は4000から6000万ドルである。 このタスクフォースの任務は燃料タンクを破壊して大気圏内に突入した場合に地上の人々を危険にさらす恐れのある有害な燃料であるヒドラジン薬千0ポンドを散化させる計画を策定することであった2月14日にアメリカ政府は公式に USA-193 を破壊することを発表した衛星を破壊しないまま大気圏に再突入して ヒドラジンが積載された燃料タンクが地上に激突するとフットボール用フィールド2面分に有害な物質が拡散され人命への危険が増加する可能性があるとしたアメリカ海軍が配備している弾道ミサイル防衛用の RIM-161 スタンダードミサイル3のソフトウェアを衛星攻撃用に一部回収し利用することも明らかにされた 2月21日3時26分に1機の SM-3 がタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦レイクエリーから太平洋上133海里の位置を速度17,500マイルパーアワーで飛行する衛星に向け発射された。SM-3 のキネティック弾頭は衛星と衝突し国防総省は高い確率で燃料タンクが破壊されたと発表した。 デブリの大半は24から48時間以内に、残りのデブリについても40日以内に、大気圏に再突入し燃え尽きると予測されている。USA-193 と同様に、運動の偵察衛星である運動 L-28 の打ち上げは、破壊により発生したデブリを考慮して、予防的な処置として延期された。政府関係者は、この破壊作戦が衛星に用いられた。 ハイテクノロジーを外国へ奪われるのを防ぐのが目的であったことは否定している。また2007年に行われた中国による風雲一 C 衛星破壊実験とも何の関連もないと言明された。アメリカ政府は2007年に中国が行った衛星破壊実験を批判していたものの、今回の衛星破壊とはそれとは比較されるものではないとしている。 中国の実験では高度約 800km という安定した高軌道にある衛星が衛星破壊を目的とする兵器により破壊され大量のスペースデブリが軌道に撒き散らされた。USA-193 については再突入直前に破壊したためデブリの大半は再突入し燃え尽きるとみられた。 USA-193 の破壊に際して、ペンタゴンは繰り返しミサイル防衛計画との関連性を否定していた。ロバート・ゲイツ長官は、このミッションの成功は、アメリカのミサイル防衛システムの計画が現実的なものであることを示しているものの、今回利用された武器とシステムは、エーザット能力を引き続き維持することはなく、本来の目的である戦術的ミサイルとして、 再構成されると述べている。一方で、ロシア政府は、この衛星破壊が、ミサイル防衛計画の実験として行われたと、見ている。ロシア国防省は、ヒドラ人の危険性が、ーサット実験の隠蔽として用いられたと述べ、これまでに、多くの衛星が破壊されないまま地上に落下している、ことと整合性が取れないとしている。ニューヨークタイムズは、 アメリカ国家安全保障会議のスポークスマンが、これまでの5年間で制御下にあるものを含め328の物体が軌道を外れていることを認めたとしている。政府関係者はこれに反論し、USA-193 に積載されていたヒドラジンの量が非常に多かったことを考慮すべきであるとしている。米戦略軍司令官のケビン・チルトン将軍によると、 ホワイトハウスにおけるブリーフィングにおいて USA-193 の破壊が ASAT と結びつけられる可能性も考慮されたが最終的にはブッシュ大統領が危険性の除去を優先し決定を下したと証言している衛星を破壊しなくともヒドラ人は危険がほとんどないほど拡散されただろうと考える者も,もいるある専門家は 問題のタンクは1立方メートルで400リットルのヒドラジンを含んでいる。公表された危険エリアは2ヘクタールで、軌道下の1、100億程度だ。実際に危害が生じる、可能性は想像のつかないほど小さい。と述べている。そもそもタンクは、大気圏上部において燃え尽きるとする専門家もいる。これまでに制御下にない衛星の大気圏再突入が、 引き起こした事件は2例存在する。1978年に発生したソビエト連邦の偵察衛星コスモス954号が墜落した際には、積載していた放射性物質がカナダ国土の広範囲にまき散らされ、ソ連政府は賠償を支払った。1979年のスカイラブ再突入の際には、西オーストラリアにデブリが落下した。 損害は報告されなかったものの、ある自治体がアメリカ政府にゴミの散らかしへの罰金として400ドルを請求した。1978年時点では衛星攻撃兵器は実用化されておらず、世界初のー s a t であるソ連のエストバイトル、スプートニクはスカイラブラッカの数日前に運用が発表されたばかりだった。ありがとうございます。